山形絶滅危惧レシピ第10弾ということで、なんと2桁突入ですね。やったー。今回も山形に伝わる美味しいお料理を絶滅させるわけにはいかないという気持ちで保存3なねさあ、そんな第10弾のお料理がズバリ見えてますね、ペソラ漬けでございます。さあ、一体ペソラ漬けどんなお料理なのか、今回お料理教えてくださる方をご紹介したいと思います。井上さんです、どうぞ。ございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピンクのエプロン似合ってますね。あ、これは食感のエプロンです。はい、かわいらしいです。お似合いです。大野目さん、自己紹介していただいてもいいですか。大下町横山に住んでます、はい、井上由紀子ですけど、よろしくお願いします。お願いいたします。今食会なんて言葉がありましたけれども、うん、とお料理を作る活動をされてるんですか。一人暮らしの方に弁当作って配布したり、いろいろ料理してます。じゃあもう大石田のお料理名人ですね。あ、料理っていうか漬物なんですけどね。あ、漬物名人なんですか。はい、名人じゃないんですけど。ちょっとこれは心強いですね。ズバリ今回作っていくのがペソラ漬けということですけど、はいはい、ペソラ漬けってどういう漬物なんですか。ナスの色を抜いて、うん、南波と塩入れて漬ける、はい、で繰り返してつけないと色を脱げないっていうか、うん、綺麗にならないもんだからちょっと手間はかかるのね。え、ペソラ漬けって作るまでに時間がかかるんですか。よく色抜いて柔らかくなるっていうのは10日ぐらいかかるんです。なんと食べられるじゃないですかでも、うん、安心していいんですよね。きっと準備してくださって、はい、るんですよね。よし、大船に乗ったつもりでやっていきましょう。はい、ちなみにそのペソラ漬けっていうのは、うん、大石田でよく食べられる漬物なんですか。夏になると定番っていうか、うん、みんな各自うちで漬けてますね。うん、じゃあもう大石田の夏の家庭の味を代表する、うん、ですね。そうなんだ、うん、じゃあもう各家庭で味わいが違うんですか。違うと思います。漬け方もちょっと違う時もあるし、うん、私はほら今102歳になるばあちゃんから教えてもらった漬け方でやってます。すごい。お母様、うん、義理のお母様、おしゅうとさんみたい。おしゅうとさん、はい、102歳ですか。102歳ですごい元気元気なんですよ。うわ、もしかして元気の源って、うん、あ、ペソラ漬けペソラ漬けですか。すごいな、だといいですねますます楽しみになってきました、うん、どんな漬物なのか、はい、ありました。じゃあ実際ペソラ漬け作り、はい、教えてください。作っていきましょう、はい、よろしくお願いします。テーブルの上に材料が並びましたね、うん、はい、主役のナスあります。あとはこれは、まあ唐辛子ですとか、はい、漬物ですから、はい、お塩もありますよね。はい、あとこちら何ですか。あとは辛い南蛮。南蛮、え、南蛮緑なんでしたっけ。そう、取れたては緑だんだん赤くなってたね。この取れたての緑の状態の南蛮を使うのがポイントなんですか。はい、私はそうします。あとですよ、これこの緑の葉っぱみたいなのなんですか。それはミョウガだけって言って。ミョウガなんですか。うん、この下にミョウガこういうふうにこういっぱい見るけどね、秋になると。で、それを使って蓋をする。蓋、これ刻んで食材の一つとして入れるわけではなく、なく、うん、蓋用に蓋用に使ってます。斬新ですねではこちらの材料を使って、はい、どういう風に作っていきましょうか。まず、うん、朝早く剥いだナスを水につけます、うん、はい、このまま入れていいんですか。このまま、このまま、はい、何も切ったりもせずにしないでそのまま。あ、楽、はい、楽ちん、ぽーい、ぽーい、ぽーい、はい、で、この後はで、押し蓋して、ここに押し蓋、ちょっと蒸しして、はい、で、色抜けるまで置いて、今の時期だと一晩置くと。で、
一晩寝かせるわけですけど、はい、一晩寝かせたものがじゃじゃーん用意してくださってるんです。せーの、こちら。おい取ってみますか。せーの、ご会長です。いや色が変わってる、うん、こういう風に見える。色が変わってる。ちょっとナスの紫色が落ちてちょっとまだら模様っぽくなってますね、うん、ここに材料を入れていくわけですね。材料、じゃあ何から入れましょうか。この塩、うん、お塩から、はい、あ、何からでもいいんだけど、うん、まず塩、はい、塩を入れて、はい、唐辛子、はい、じゃあこれをナンバー入れます、はい、これではナンバーをちょっとこう始めたい、バキバキしたいです。バキバキ、はい、どうぞお願いします。これをちょっと割る、割る、いや、はい、いい音いや、ナンバーはそのままじゃなくてあえてこうパキッと割って入れた方がいいですね。割った方が、はい、辛みね、うん、伝わると思います、はい、で、このどう使うんですか。これはこのままちょっと見せてください、はい、プロの技を、はい、これはもう先人の知恵ですよね昔の人のね。だってね、今こういうちゃんと蓋というものがあるのに、うん、ほらちゃんと蓋になってます。蓋して、ちゃんと蓋になってる。見えないですもんね、ナスたちが、はい、かくれんぼしました、はい、で、ここにそれ、うん、それ蓋して足蓋を入れて、うん、あとはおもし、ナスは梅雨にかぶれるくらい水入れた方がいいみたいに、はい、水からでっとこう腐れるっていうか、柔らかくなってこうブヨブヨってなってしまうから、空気に触れると梅雨が白くなるっていうか、ここらでは氷張るっていうか、ね、氷張る、白くなってくるみたいな。へ、あ、白くなってるのが氷のように見えるから、うん、氷張るっていうんですか。その氷を毎日取らんなねって、昔ばあちゃんからはな教えてもらったのね。だからでもこう空気さふれないでおくと、うん、あんまり出ないのよ、コリが、うん、だから私はこう空気にあんまり触れないようにこうこれでしておく、うん、なんか辛い香りがしてますね。やっぱり10日ぐらい経つともうバッチリ、バッチリだと思うけども、その日その日でちょっとね、ちょっと開けるのが楽しみですねよし、じゃあ開けてみましょう、はい、いきますよ、せーの、じゃじゃーん、おー、みょうがのね、葉っぱのベールに包まれた、はいはい、こちら見てみます、中、せーの、じゃじゃらーん、わー、きれい、きれいに色が抜けてます。出しますよ、わー、ぶよ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 じゃないですかいかがですか、この漬け具合、うん、やんばいったねやんばい、合格、うん、合格です。よし、じゃあ盛り付けますか。はい、はいはい、盛り付けましょう、はい、よいしょ、たらーん、じゃあこれを切りますか。はい、切ります、はい、どう切りましょう。ヘタを取って、ヘタを取って、はい、この辺切っていいですか、うん、はい、はい、切ります。で、これを、うん、半分したら食べやすいと思います。縦に、はい、はい、じゃあ縦に、じゅわ、はい、おー、きれいきれい、おいしそう。じゃあそれをここら辺に置いたら、この辺が、うん、こう、このみょうが、ほら、木やった、うん、みょうが、はい、その下にこれが出るんだよ、うん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 、これも取ってペソラさ一緒につけてで、うん、こう細かく切って一緒に食べると香りやって美味しいんです。へー、うん、切る、うん、細かく、ほう、うん、これでいいんですか。それでも大丈夫です。ほらいい感じすごいミョウガのいい香りする。で、これを乗せると。うん。OK! ということで、ペソラ漬け、完成でーす。じゃじゃーん。
ではペソラ漬けいただきます。どういったんだ。いただきます。すごいですね。あの口に入れた瞬間、はい、バンって、美味しさが弾けますね。ナスの皮張りがよくって、あで何よりも先に辛みがドガンってやってきます。でうわ辛いと思ったらその後に南蛮の爽やかな香りですとか、あとミョウガ、あミョウガね、の香りがわーって広がって、ね、これはもうご飯が進む味ですね。すごくジューシー、見た目はペソッとしてますし、はい、色もペソッとしてますけど、うん、味はもうガツン、はい、全然ペソって感じじゃないですですね、はい、辛いししょっぱいし ね、 ねでもこのペソラ漬けっていうのはもう本当大石田の皆さんの地元の味なんですよね、はい、と思います。コンテストっていうのはほらあの大石田町でやってたんですけども、はい、コロナでちょっと3年間やめて、うん、自分が作ったペソラ漬けを出品して持ってって味を競うんですか。ですね。すごい審査。実際コンテスト参加したことありますか。ないな。絶対参加したらいいのに。どうしようです。ないんですよ。今度あったら出します。あ、ね、今ねコロナでお休み中ということですが、うん、復活した暁にはぜひ井上さんも。あ、ね、ですね。わ、すごく楽しみです。ちょっとペソラ漬けのコンテストが行われ井上ゆき子さんのペソラ漬けがなんと一等賞になりましたってニュースを伝えできたら嬉しいですね、私ね。ね、なんだかもうお話を聞いててペソラ漬けはもう絶滅しない気がします。だってもう大石田の皆さんの愛がすごいですもん。ですね、ね、はい、ペソラ漬け愛がこうペソラ漬け今日までね守り続けてこられている理由なんだなと思いました。はい、ぜひその愛を絶やさずに、はいはい、絶対絶滅なんてさせないでくださいね。はい、そうですね、はい、ぜひ守り続けていってください。はい、ありがとうございました。は